誰か僕の恋人になってください。募集しています。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添っていくネガティブマンチャンネルへようこそ。ということでね、また今日もね、史上最低最悪のね、閲覧すると呪いがかかる非常にネガティブなね放送をしていこうと思いますけれどもね。そう、私申し遅れました。人類の敵ことネガティブマンでございます。世界を滅ぼす、絶対滅ぼす。そう、あらゆる問題のごちゃごちゃはですよ、世界が滅びてしまえば、人類が滅亡してしまえばね、誰にとっても何の問題でもない、全ては解決します。ということでね、そう、今日はね、そう、人生の悲しみと愚痴をただただ述べていこうと思います。そう、なんでそんなことを言うのかっていうんだがね、そう、今日私ね、知り合いのね、あさってフランスに旅立つエイトというね、どうでしょうね、21くらいのね若者にね会いましてね、そう、もうこれが会うの最後ですと、日本でね、だもんで、あれですよ、なけなしのねお金を渡したんですよ。選別として2万円ね、2万円。そうね、先週は親に 2万5千円ね仕送りして、そしてエイトにはね、そう、2万円渡して、そうね、悲しいですね。そう、神様はね非常に氷のように冷たいんですよね。これ愚痴と悲しみしか言いませんからね、そう、聞きたくない人は聞かなくても良いですけど、そう、僕がね2011年を終了して12年、もう死のうかと思って、でもね、まあそれまでもね、神様になんとかねこの苦境を脱するようにね助けていただこうと思って非常に祈っておりましたけれども、全く助けてくれずにね、そう、それから数年ね、いろいろな人に助けられてっていうか愚痴を聞いてもらっただけですけどね。そう、まあね、肺が潰れたりね、そう、まあいろいろありましてね、そう、神様がいつだって僕に冷たかったんですけれども ね、僕がね、そう、今日のねエイトに2万円やったのはもう神へのなんて言うんでしょう、嫌味というかね、皮肉というかね、そう、そういうこう嫌がらせも含めてね2万円を渡しました。そう、僕がね人生の窮地に陥って人生を捨てざるを得ないような状況に追い込まれてもね、ちっとも助けてくれないね。ね、正直恨みがありますよ。そう、いつだってね、そうなんです。そう、僕のねもう一人のすごく若いね知り合い、ちょうど30になるのかな、そう、なんかね、サイコパスな男でね、なんかおごり高ぶってね嫌なやつになりかけてたんですけれども、また最近ね、そう、音楽をやってましてね、そいつはね、そう、僕はお寿司お寿司って言ってる、なぜなら本人が途中から俺をお寿司と呼んでくれと、意味不明なね名前の改定を申し入れたので、じゃあお寿司でいいよっつって、後々恥ずかしくなってやめたんですけれどもね、僕は今では何お寿司と呼んでるんですけど、そいつがね、
そう、パチスロで生活するという意味不明な生活を始めて、これが大成功しましてね、本当に信じられないんですけど、それでなんか金持ち風情になってね、嫌なやつだなと思ってたんですけど、そう、またね、なんかこれを最後の勝負としたいっつって、またね音楽を始めましてね、羨ましいなと思って、そう、サイコパスなんですけど、そう、エイトもねフランスに行く理由は、まあ彼女と暮らして1年2年ぐらい向こうで暮らしたいっていう話をしてたの、今日酔っ払ってましてね、そう、2万円渡していろいろ話を聞いてみたら、なんかもともと DJ をずっとやってたんですけど、なんかねフランスでね、なんか DJ を続けて、なんかそういうなんか世界的な DJ になりたいみたいな夢を語ってましたね。ね、羨ましいですね。そう、若くてね、才能があって、なんかねそういう狂気じみたね行動力があってね、羨ましいですね。僕がそういうね、お寿司もそうですけどね、なんかお寿司もエイトもそうですけどね、そういうね、そういう人生を歩みたかった、僕もね。私はね労働に飼い殺されてね、それを脱出しようとして失敗してね、また労働に食い殺されて、現在に至るんですけれどもね。お寿司もだいぶ助けましたよ、私。2、3年ね、常に10万円単位でお金を貸して、まあ最終的に全部戻ってきましたけど、助けましたしね。そう、エイトもね、いろいろ僕はあれですよ、いろいろとね相談に乗りましたよ。そう、まあね、そう、なんかね、僕が若い頃そういう相談に乗ってくれるようなね、こう頭のいかれたおじさんはいなかったなと思うとね、悲しいなと思うし、そう、彼らはね僕が望んだようなこう自由闊達なね人生を歩んでいることにひたすら嫉妬しますよね。いや、応援してますけどね、嫉妬しますよ。悲しいですね。そういう人生が良かった。そう、私はね小さい頃貧乏すぎて、こう大人になってから貧乏になるのが嫌すぎてね、どうしても労働に飲まれてしまいましたね。中途半端ですよね。それだったらちゃんとまともな職についてね、なんか安定した生活を目指せばよかったんですけども、なんかねそれも嫌で、そう、なんか夢みたいな無双的なねことを考えながら、どうしてもこうね乗り切れずにね、失敗して、ただただ今労働に飲まれてね、死を待つのみなんですよね、というね愚痴を述べてみましたけれども、まあね羨ましいなと思って、そしてもう今月もお金ないし、来月の賃金が入ってくるまで何もできないし、来月に予定していたイベントにお金を使うのをどうしようかなとね、嫌ですね、貧困っていうのはね。そう、それを覚悟でね、親に仕送りをしたり、エイトにお金をやったりするわけですよね。まあ、これはもうね神に対するもう嫌がらせですね。そう、俺の方が役に立ってるんじゃないのっていうね、そういう意味合いを込めてね、嫌がらせです。悲しいですね。まあね、そう、まあまあまあ、とにかくあとね、先日ね、あのアリババの創設者のジャック・マーウーとかいう本名のね、ジャック・マーって言われてる、あのね四角い顔のおじさんのね、
生涯の動画を見てみたんですけど、幼少の頃からね、あと中国政府に最近嫌がらせされてちょっとおとなしくなってるところまで見たんですけどね、あれですよね、いや、ああいう場合、もう発達障害的なね、あのバイタリティがあってこそ成功するんだなと思いましたね、うん、そう、それもああいうバイタリティこそね、才能なんじゃないのかなと思いますよね。僕の好きなね、巨人とヤンキースで活躍したメジャーリーガーであるところの松井秀喜もね、そう、才能なんかないと、あるとすれば努力できる才能があったんじゃないのかなっていうね、謙虚に言ってますけど、いやね、そうなんですよね。そう、そのジャック・マーもね、私と同じようなこうね、貧乏、もう恐ろしい貧乏の出なんですけれども、やっぱりもう気概的なねバイタリティだけですよね。そう、そこで多少運が良くってみたいな世界ですよね。そう、何度も挫折してね、すごいですよね。こう、英語が上手くなりたいがために、こう27キロ離れた、自宅から27キロ離れたホテルに毎日自転車で通って外国人のガイドをしていたって言ってましたね。頭おかしいですね。そんなバイタリティがあるかっていうね、もうそこからしてね、いや、やっぱりそういうの、やっぱり違うんだなと思いましたね。そう、バイタリティだな、成功にはね。そう、そうですね、環境が良かったりするね、お2世3世とかね、こう金持ちのね、お嬢ちゃんお坊ちゃまは1ミリもね、1% も1ミクロンも認めませんけれどもね。そう、親ガチャ成功民は1ミクロンもネガティブマン絶対に認めませんけどね。もうジャック・マーぐらいのね、悲惨な環境に生まれてね、中国のね、ろくでもないあんな環境でね、うまいことね、何度も挫折してもね、立ち上がった姿を見てると、まあね、一代で財を築くやつのバイタリティっていうのはやっぱり認めてやらないといけないな。もうね、さすがに尊敬というかね、まあ尊敬っていうのは僕は大嫌いですけど、なんて言うんでしょうね、いや、ようやっとると、これを認めてあげないといけませんね、うん、大したもんだと思います。そう、まあね、で、私にはね、そういうバイタリティはちょっとなかったな。そう、もともと体力がないですからね、やっぱり成功って体力が一番のキーポイントだな。あと発達障害的なね、もう狂ったような行動力だったりバイタリティですよね。エネルギー、生命ですね、生命体としてのボルテージっていうんですかね、もうそこしかないですね。そう、もう成功理論を語るの大嫌いですけれどもね、全て運といえば運ですしね。そう、やっぱりでもジャック・マー、アリババの創設者のジャック・マーもまたね、ポイントポイントではやっぱりいい運に恵まれてますよ。いい人物に会ったりとかね、こう、なんて言うんでしょうね、時代が彼に味方したみたいな場面がやっぱりありますよね。でもやっぱり、まあ大した努力ですよね。もうあれくらいしてやっと努力って言っていいんじゃないですかね。うん、まあね、ちょっと桁違いですね、びっくりしました。まあね、それはいいとして、まあね、これはもう愚痴と、人生の愚痴とね、悲しみを語る動画ですから、それとは違ってね、なんかボルチモア、いきなりアメリカのボルチモアの黒人の悲惨さだったりとかね、あと、なんて言うんでしょうね、そう、南アフリカのね、
黒人のヨハネスブルクに住む黒人青年のね悲惨さだったりとかっていうのをちょっとね動画で見て、ちょっとなんだか知らないですけど見ちゃったんですけど、いやー彼らの悲惨さっていうのはね、そう日本のネガティブマンと何ら変わらないなと思いますね。そう何のために生きてんだろうっていうね、そうあまりの貧困だったりね、そう犯罪をせざるを得ない環境だったりね、そうなんて言うんでしょうね、もうどうしようもない、なんでそんなところに生まれたんだみたいなね、どうしてそういう環境に生まれたんだね、そう虫のようなね、そう全く無意味な人生を歩まざるを得ない、そこでね必死にこうね、なんて言うんでしょうね、労働せざるを得ない、そしてお賃金は大したことない、ね、日々の生活に事欠くようなみたいなね、人生って何ですかね、うん、っていうね、そう大した変わらないな、そういや日本ね、ネガティブマンはそれでも恵まれてるじゃん、いやそういうことじゃないんですよね、なんていうのかな、仮想に生きるものとして、うん、そういう意味のない人生を歩んでいる友達を見たようなね、そんな感覚に襲われましたね。そう俺もそうなんだよな、そうここまで貧困じゃないけどでも意味がないっていう意味合いにおいてはね、こうどうしようもないね、そう絶望する、上昇のしようがないみたいなね、もうそうこのまま人生を終えるんだろうなっていうその絶望感、もう一緒ですよね、一緒、彼らまあ彼らはまだ若いからね、一発ちょっと逆転があるかもしれないけど、まあないでしょうねっていうのをね、ちょっと動画で見てね、ああ俺と同じだなと思って悲しくなりましたね。そう世界80億ね、ほとんどの人は何の意味があるんでしょうね。そして冒頭申し上げたようにね、うまくいってる、うまくいってるっていうかね、普通の一般人から見れば十分憧れるに等しいようなね、そう自分勝手に生きて、またそれがね結構な結果を出しているみたいなね、そう生き方っていうんですかね、そう冒頭申し上げたようなお寿司だったりエイトだったりっていうようなね、本当に結果を出した上でね、さらに結果を出した上にさらにこう上乗せしてね、こう好循環でねやりたいことがやれてるっていうの、そういう青春時代が遅れてるっていうのはすごい羨ましいですよね。それこそ生きていると言っていいんじゃないですかね。そうヨハネスブルグやボルチモアやのね、貧困の黒人の青年たちやね、このネガティブマンはもう生きてないんですよね。なんて言うんだろう、虫のようなルーティーンで日々命が襲われる、命を失う死と隣り合わせのね、全く無意味な、そう生きているが死んでいる、なんでしょうね、うん、動物のようなね、日々の糧を得るために動物のようにこう日々の糧を得るために生きてるみたいなね、生きるために糧を食べる、糧を稼ぐっていうよりも、なんだろうな、命をつなぐために食べている、そう、なんて言うんでしょうね、全く無意味ですよね。私たちの知らないところで生まれては死んでいくね、世界中の森や草原や
山の中やまたは海の底でね、生まれては死んでいく魚だったり虫だったり動物だったりね、全部を全部ね目で見ることはできませんけれども、彼らと、ね、一緒ですよね。ヨハネスブルグの青年もね、そう、東京のネガティブマンもね、ボルチモアの黒人青年もそう、深海でね、こう死骸が落ちてくるのをじっと待っているね、変なエビだったり魚だったり深海魚だったりね、そう、南米やアフリカで意味不明に生まれて意味不明に食われて死んでいくバッタだったりね、そう、虫だったりね、または弱い土豚だったりね、そういうね、こうカエルだったり、そう、無意味に生まれて無意味に生きて無意味に死んでいくというね、おおよそ知的生物でも何でもない生き物と一緒なんですね。そう、一緒なんです。人間として生まれているけれども、ネガティブマンはそういう、なんて言うんでしょうね、無意味に生まれて無意味に食物連鎖に取り込まれて無意味に食われて死んでいくね、虫や鳥やトンボや魚や一緒なんですよね。一緒なんです。彼らこそ私の友達ですよね。同胞ですよね。同志ですよね。同じ志を持つと書いて同志ですよね。悲しいですよね。悲しい。そう。そう。なんて言うんでしょうね。生きてないんですよね。生まれた途端に死んでいるみたいなね。そう。生まれた途端に死んでいる。鶏が産む卵みたいなね。生まれた途端に死んでいる。食われることを目的としているみたいなね。そう。そんな存在なんですよね。労働奴隷として生まれて、ね、こき使われて、すり減らされて、いらなくなったら死んでいく。ね。何の違いもないですね。何の違いもないです。そう。全くね、意味不明なね、人生を送らざるを得ない。ね。そう。ね。やっぱり神に恨みがありますよね。正直ね。彼らはね、冒頭申し上げた、こう、生き生きとした青年たち、陽キャたちはね、なんかこう、自分の人生を生きてるな。そして、私のようなね、こう、イカれたパンクおじさんがね、いっぱいアドバイスをくれて、お金もくれる、みたいなね。つきまくってますよね。非常に運がいいですよ。つきまくってますよね。そう。いろんな人を助けてくれる。羨ましい。そういう愚痴がね、とっても言いたかったんでね。そう、あとね、冒頭申し上げた通りね、恋人を募集してるんですけれどもね。でも結局のところね、ミソジニーやインセルとか女性叩きをしている人たちに言いたいのはよね、このね、ネガティブおじさんほどにね、そう、20年ぐらい彼女ができなくて、その間すごい、なんて言うんでしょうね。女性がドン引きするような顔をいっぱい見てくるほどに振られまくって、初めてね、初めてインセルになったりミソジニーになったり女性叩きをするべきであってね。そう、なんかね、変なパパ活女子に貢いでね、頭に来ているようではまだまだね、甘いと思います。やっぱり私のようにね、やっぱりね、しっかりとね、こう痛い目に遭ってから文句を言うんならね、私なんかもう女性がね、ひどい生き物なんじゃないかって、もう高校生の頃ね、あれですよね、寝取られを経験した時からもうね、怪しいなと思って、もうすっかりお見通しでしたよ。まあそれはいいとして、もうそういうね、
叩く叩かれるとかそういうそういうそういうのを度外視してね、冒頭申し上げたように恋人をね募集しています。もう贅沢は何も言いません、何も言いません。よろしくお願いしますということでね、人生の愚痴と悲しみでしたね。こういう無意味な人生があるっていうこと自体がね、この世界を滅ぼすね確たる理由の一つになりうるのでね、皆さん共にこの世界を滅ぼしていきましょう。悲しみの連鎖を終わらせましょう。ネガティブマンでした。